冬のスカールホルトスカールホルトとはアイスランド南部フビーター側の近くにある地名で歴史的な場所であるスカールホルト村には比較的大きな教会と数軒の家しかないそれにもかかわらずこの地はアイスランドの歴史の中で大きな位置を占めているこの地は 中世から1785年までアイスランドにある二つの主教座の一つであり文化的、政治的中心地となっていた。そして1550年にホーラル最後のカトリック主教ヨーン・アラソンが二人の息子と共に処刑された。スカールホルトの教会はアイスランドの平均的な教会に比べ際立って大きいように見える。実際に 1956年から1963年に建てられた教会の大きさは30メートルであるが、以前の教会はより大きく50メートルを下らなかったとされる。現在の教会の調度品は他のスカンディナビアの国々から寄贈されたものである。ブレーメンのアダムは1075年頃にスカールホルトがアイスランドで最も大きい都市であったと記述している。 ありがとうございます。